ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょい悪先生の今週の一発予想、令和元年の第1回目です。そうですね、令和一発目。令和もね、よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。平成も長かったですけどね、もう6年かな、うん、もう丸6年以上ですもんね。令和もちょっとね、頑張りたいなと、せめてこの番組ね、還暦まで行きたいなと思ってる。あ、次の目標、ね、還暦まで。もうそれも2年ちょっとしかないですからね、まあ、頑張りますよ。はい、石田さんね、平成最後とね、はい、であと令和、一発目はね、地元福岡でセミナーできたんですよ。あ、この間セミナー開催されてました、福岡で。例えばね、土曜日かな、行って、たくさんの人がね、来てもらってね。ねえ、大盛況。すごいやりたかったですよ。しかもなんか、皆さん、一気に、なんか岡安さんで講座を開いて、いや本当そうなんですよね。あ、ね、やっぱり地元っていうこともあるしね、温かい目でね、見ていただいてね、ますますねちょっと頑張りたいなと思いましたね。でなんか先生、このセミナーの中で、アンジーさんってどんな人なんですかって聞かれたらしい。あ、聞いた人もいましたね。そうなんですか。まあ、それちょっとそれはシークレットでね。シークレットで、はい、まあ、シークレットにすることのものでもない。まあ、でもね、いや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 、何年もねやっぱり見てくれてる方もいて、はい、ね、なんか中高年の人も、ね、あと若い方もね来られてね、毎週楽しみでって言われてるんで、いやこの番組愛されてますね。いや本当に嬉しいですよね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます、うん、でまあ、とにかくね、聞いていただいてる方はやっぱ当てないとね。そうですよ ね、平成は最後いい締めになったんで、令和もね、ちょっと今日からね頑張っていきたいなと思います。そうですね、はい、今日もよろしくお願いします、はい、で早速ですけど、先週ね、やりました、トランプさんがね。やりましたね、関税ね、はい、中国動いてます今、動いてますね。ちょっとドルをね、ある程度重めに話してね、はい、それに関わるあと新興国とか資源国とかもね、ちょっとつなげていきたいと思うんですけど、はい、先週のねちょっと出来事だけで、これ9日10日最終にね、関税、はい、2000億ドルになる前にね、一生懸命ね、中国代表団とアメリカと話し合いました、はい、ね、でも結局10日に13時1分に行くぞということで、結局引き上げになりましたよ ね、うん、ね、でもこれはね、実際12時20分10日、はい、日本時間のね、うん、もうこの時点でやりますって発表あったんですよ。あ、そうで、おそらくその午前中の段階から、うん、もう引き上げはもうほぼ決定だから、うん、発表待ちという状態で、もう午前中の段階で円高になったのね。そうだから13時1分に発表あった時に、はい、まあ、ちょっとドルだけ沈んで、うん、あとはもうほとんど変わらないというかね、少し上げたような展開なんですよね、うん、ただその後にね、書いてますよね、トランプさんツイッターでね、中国に、ね、うん、もう今やっとかないと、ね、今度中間選挙でまた、俺が勝ったらとんでもないことになるよみたいなね、はい、いうことも言ってね、うん、でも中国すぐ反撃するかなと思ったら、うん、やっぱちょっと第4弾やられちゃうとね、具合悪いんで今、うん、ね、あんまり売られた喧嘩買いすぎるとね、具合悪いんじゃないかみたいな状況になってますよね、はい、うん、まだ交渉中っていうか ねいう状況ですよね。うん、次どんな風にね、中国出てくるのか、ね、長引きそうだな、ね、今日にでも明日にでもってね、3250億ドル、はい、そうですよ ね35兆円ぐらいかな、すごい、これもまだやるぞみたいなこと言ってるんでね、はい、だから今ちょっと静観されてる状態だけども、うんうん、ただ当日自体は、はい、結果的に最後にね、うん、要は、トランプさんの方は、うん、ある程度交渉の余地にうまくいくんじゃないかということで、最終的にはその日高く終わったのね。普通大暴落をイメージしたの、はい、1円か2円ぐらい下振れして、うん、みたいな状態でね迎えると思ったら1回戻って、うん、そうですね、でまた昨日ね、はい、日曜日とか週末の、うん、要はツイッターね、はい、によってまた円高というかドル安になったという、ね、うん、状況なんですよ、うん、でちょっとテクニカルで異変っていうかね、ちょっと動きが出たんで、うん、ちょっと米ドルに持ってきました、はい、まあ前々から言ってるね、200日線というのがラインですよね、うん、61円半ばぐらいかな、はい、もう完全に下回ってて、で星マーク石田さんありますよね、うん、あそこからドルが持ち返したんですよ、うん、で 110.19 とか20ぐらい、うん、で1回200日線抜いてますよね、うん、でちょうど真ん中あたりに黒い雲と灰色の雲ありますよ ね、 ねじれって言うんですけど、はい、そこが 109.95 なんですよ、うん、ここは抵抗体からまた伸びてるから、はい、勢いづいたかなというね、うん、200日線の攻防だったんだけど、はい、ちょっと赤丸ね、うん、最後の完全に雲抜けちゃったんですよ、
下に、うん、だから今のところテクニカルでは売り転換になっちゃったというね、うん、状況なんですよ。そうですね、うん、だからまあ、ある程度話し合いが長引いて、うん、中国とね、はい、ある程度長引いたとしても、徐々に進んでいけばね、うん、どっかで止まるんでしょうけど、はい、冗談じゃないよって、うん、中国ファイティングポーズ取っちゃうとね、うん、ちょっと下が怖いですよね。そうですよね、下向けがね。だから1月の、はい、アマゾンショックみたいなね、うん、ヒゲね、ボコッとくる可能性あるんで、うん、ちょっとご注意いただき、ご注意ね。そうなんだ、うん、ちょっと今週来週が山場かなみたいなね、うん、このまま下がり続けちゃう可能性、うん、ただまあ来週あれでしょ、トランプさんが来ますよね、はい、日本にね。あ、そうでしたっか。そうそうそう、トランプさんがで、なんか週末ゴルフやって、はい、で大相撲の千秋楽を観戦するらしいんですよ。でトランプカップ、トランプ杯っていうのを、はい、土俵上で渡すらしいのね。今日もやってますよ、ニュースで。あ、そうですか。そう、あら、ただ真っ先に座って、うん、要は畳とか座布団嫌だから、うん、安倍夫妻とトランプ夫妻で、うん、なんか椅子に座って見るみたいな。しかも正面から映ったらここに映せみたいなね。で最後にトランプ愛を渡すみたいな。そうなんだ、ね、結構その話題性ありますね。ちょっとまたゴルフ行くでしょ、ね、今度は安倍さん何やるのかなと思ってね。プレゼントもなんか考えてるじゃないですか。会員ごと渡すんじゃないですか、ね、会員ごとね、通常ごとね、渡したら何とかその、自動車税とかもね、 ある程度、はいはい、ね、長引いて、うん、すぐにはっていうね、感じになるんでしょうけどね、うんうん、どんな風に出るんでしょうかね。そうだから、そこが一つのキーポイントね、うんはい、うん、だからまあちょっと強行にはいかないと思うね、トランプさん来週まではね、うん、まあ、ある程度バカンスも兼ねてるからね、なるほど、うん、で6月の20日にこの G20 がね、はい、今度大阪でやるんでね、うんうん、その近辺まではちょっと長引くかなというね、米中の交渉はね、うん、いう風に見てますよね、うん、はい、うん、なるほどね。そうだからちょっとドル自体が、うん、ちょっと跳ね上げるのは止まるんでしょうけどね、うん、止まるんでしょうけども、一回ビクッとなって、うん、そこで止まってくれるかなというね、はいはい、値段がちょっと読めないような状況ですよね、うんうん、そうか、今ちょっと米ドルにっていうのはなかなか難しいところ、なかなかね、ちょっと買うに買えないっていう難しいところですよね。そうですよね、これ止まってくれないと他の通貨も分かんないからね。そうですよね、さっきあそこまで下がったんだったら、うん、そろそろ上がるかなって普通は考えるかもしれないけど、それがまだ下がる可能性、完全に雲抜けになってるんだよ ね。そうですよね、だからもうある程度テクニカルが全部売り転換してるから、テクニカルで見るとそうだもんね、うん、だからその V 字型に戻るためにはやっぱり日柄がかかりますよね、うん、1ヶ月ぐらい最低ね、あれで見てもらったらね、なるほど、そう、うん、で次にちょっとね、そのドルと あと5月に入って10連休ありましたから、はい、いつものチャート、はい、川島スペシャルね、これね、うん、いつも川島作らせて、5月1日を 100% として、はい、そうそうそう、先週末までというね、うんうん、ね、ポンドとかドルはチリ品のね、はいはい、上場来てますけど、はい、トルコはやってくれましたね、一回ね、ボーンとね、トルコ、ね、でようやく戻ったという ね、 うん、ね、すごい、でこれはある程度まあ、イスタンブールのね、はい、この選挙がまた6月の、23かな、あ、再選挙、そう、うん、無効になったんですもん、うん、ダメだっつってやり直しみたいなね、はい、いう感じになってるんで、うん、どうしてもやっぱり勝ちたいんですよ、うん、うん、なるほど、うん、だそのためにはある程度、はい、一回ね、その選挙前に、うん、翌日私金利を 330% とか千何百パーセントとか上げて、それで負けたわけですから、うん、だからちょっとトルコは、うん、ちょっと いい感じじゃないかと、選挙まではね、うんうんうん、でまた負けちゃうと大きく下がりますけどね、はい、うん、そうですね、さっきの下げっていうのはその再選挙やるよって発表されたタイミングなんですか。いや、それもそうだし、あと中央銀行がね、うん、要は据え置いたとかね、はい、うん、ね、まあ、もちろん利上げできないから、うん、トルコの金利据え置いたとか、うん、で要は選挙やり直したとかね、はい、もろもろがあって、はい、不安材料出たらすぐ売られちゃうんだよね、うん、だからもうトルコの歴史長いでしょ、だって15円なんぼ経験してるから、すごいです、ね、やばいやばいやばいってすぐみんな売っちゃうからね、はいはい、なかなか買ってもね、うん、ちょっと腕組みして金利をね、うん、取る通貨じゃないんでね、うん、しばしお待ちくださいですよね、うんうん、しばしお待ちくださいの状態がもう何年続くんだろうっていう感じですけどね。そうですね、トルコはね、動きが激しいです、ね、6月23日かな、日曜日かな、うんうん、選挙の行方まではね、はい、押し問答っていうか、動かなければ金利が高いからいいんですけどね、うん、だからこの間もセミナーで言いましたけど、絶対メインじゃ買っちゃダメよ、うん、ドルを買ってます、はい、ユーロをちょっとやってます、うん、うーんとお金が余ったな、じゃあちょっとだけトルコ買っとこうかな、はい、な感じで1割とか2割とかね、うん、であとはもう買ってほっとかないと、はい、いちいち相場気にしたらこんなもんでやってられないですよ。そうですね、そうですね、
ちょっとご注意いただきたいと思いますよね、うんうんうん、で今週、はい、はい、今週のイベントこちらです。まあ大きいのないですよ、もう本当に米中の動きがどうなるかというね、うん、中国向かっていくか、はい、アメリカがもう一段、うん、第4弾で、うん、この野郎とやってくるかというね、うん、これでちょっとあの強烈な円高をまずご注意されたいという上で、はい、あのイギリスね、雇用統計、これ雇用者数はもうほぼ関係ないですよ、うんうん、実はもう延期になってるから、うんうん、でまあほぼもう三角にもいかないかなという、はい、ただ気になるのがやっぱりね15日のね中国のね、はい、小売売上高ね、うん、これは 8.7 プラスが 8.6 という状況なんで、はい、ほぼ変わりないですけど、うん、これがちょっとね小売売上高でも悪くなるとねやっぱり5ドル、うん、影響しますもんね、強いてはあのオセアニアね、はい、あのこれ安につながるので15日ご注意いただいて、うん、晩にあのこれアメリカね、うん、これちょっとね気になるんですよ、あのね、プラス 1.6% 前回がね、はい、今回がプラス 0.2% とどまってるんで、うん、ひょっとするとそのプラスが消えるかもしれないんでね、うん、そうすると今の、 あのアメリカの事情を考えるとね、うんうん、そうですね、ちょっと売られる可能性があるかなと、また不安定 な、 そうなんだ、はい、だからもうあの今穀物とかね、うん、えらいアメリカはやっぱ不利なんですよね、うん、大豆とかね、はいはい、あの穀物類のね、うん、やっぱあれで関税を逆に上げられちゃうと、うん、収入源逆に減っちゃうでしょ、そうですね、そう、うん、だからもうその辺でちょっと、うん、中国側もね、ここを関税引き上げたら、はい、ピンポイントで同額じゃないで、うんうん、ここを引き上げたら、うん、アメリカがダメージあるだろう、うん、したらちょっと関税こうなるだろうとかね、うん、いろいろ考えてるんでしょうね、なるほど、だからもうトランプさんはもうとにかく打ちまくってるんですよ、はい、パンチを、はい、中国はもうガードしながらジャブ入れるみたいなね、うん、こういう展開なんで、この結末がどうなるかというね、なるほど、中国はどこを打ってくるか、うん、安倍さんはもうだってもうトランプさんがラウンド終わったら汗拭いて顔を拭いて、うん、なるほどね、そういう感じですよね、あ確かに確かに、そうでしょ、あそうですね、いらっしゃいっつって、その例えは分かりやすいな、そうですね、うん、そういう感じなんですよね、なるほどね、もう来週待ち遠しいんじゃないですか、うん、なるほど、ね、うんうんうん、もう本当にあの外国人力士が優勝するかもしれないですよね、うん、これ15、16とね、なんかあの関係性すごい高いですね、そうオーストラリアの雇用統計と、雇用統計もこれ逆に悪いんですよ、うん、雇用統計が、うん、でこの間ねあの利下げするって言って据え、うん、置いたのね、うん、先週かな、据え、うん、置いて据え置きでえらい上がったんですよ、5ドルが、うん、瞬間上がったんだけどその後急落して、うん、この逆にニュージーランドは逆の動きしてる、だからもうオセアニアが今本当にねあの中国に本当に左右されるような状況なんでね、うん、一年卓上みたいな動きなんでね、今週そういう意味ではすごい重要な指標続きますね、うん、だから、うん、瞬間風速で動くと思いますよ、うん、このドルもね、うん、米ドルもオセアニアもね、うん、瞬間でボン上がった下がったで、あのすぐやるんじゃないで、うん、あの相場風が吹いた後にね、うん、トレードやった方がいいんじゃないかなと思います、なるほど、はい、じゃあ行っていただきましょう、今週も人気者ちょいワル先生の一発予想、今週の一発予想はこちらです、はい、あのユーロドルから思ったんです、 1.12 台乗ってるからね、うん、思ったんだけども、もう毎回同じようなことばっかりね、3回2回になってるから、うん、当たってるんですけど、はい、米ドルも戻り売りね、はい、うん、110円ちょいちょいできれば、うん、半ばぐらいあれば、うん、売ってもらいたいというね、はい、今週だからちょっと場合によっては、うん、そのさっきの米中の問題とか、はい、あと小売とかいう状況で、うん、109円切るかもしれないと思う、なるほど、瞬間ね、だから108円台の浅めとかそういうのはまずないと思いますけど、はい、あのちょっと110円のちょいちょいで売ってもらって、うん、109円割れ前後で、うん、利確ぐらいだったらちょっと、うん、2,3 回いけるんじゃないかな、うんうん、ちょっと買うには今週きついかなと思いますよ、ね、うんうん、なるほど、幅がどれだけいいか別としてね、うん、高いところになったらちょっと売ってもらったらね、うん、あの短期トレードでいけるんじゃないかなと思います、うん、ありがとうございます、はい、ではご案内です、はい、こちら初心者が120分で FX トレーダーになれるセミナーゼロから始めると、うん、日曜日、これは、おそらく、北の川島だと思いますよね、うん、私はやりませんが、あ日曜日は担当川島さんだったんですね、本当ね、あの1ヶ月で3回福岡行ったので、うん、あの連続でもう今週は何があっても出ませんから、はい、ちょっと体休めていただいて、はい、ただ川島とね、北野がね最近ね、はい、あの相場の読みっていうかね、うん、ファンダメンタルズがすごい面白いんですよ、これがこうなるとかね、うんうんうん、これはその必見だと思いますので、うん、あの今やってる方もね、はい、ぜひちょっとあの日曜日ね、うん、時間あれば10時から4時までいなくてもいいので、うん、来れる時間帯でもあればね、
ぜひ来てもらえればと思いますので、はい、こちらプレゼントもらえますね。ちょいわる先生の今週の一発予想の視聴者は無料でフィボナッチ定規がもらえると、はい、うん、こんなの全然聞いてないんですけど初めて見ますね。これあれですか、セミナー参加した方にちょいわる先生見てますよって一言言っていただければ定規がもらえると、うんうん、プレゼント、いいです、何でも、もらってください、何でも許可しますからね。ありました。今畳も見ましたよ、畳も見た、ぜひね、聞いてないそうですが、ます私も使っているので、うん、ぜひね、参加してみてください、はい、お問い合わせフリーダイヤルの方でよろしくお願いします、はい、人気者ちょいわる先生の今週の一発予想のコーナーでした。ちょいわる先生ありがとうございました。ありがとうございました。